のぶこちゃんってさ、今まで何人と付き合ったことあるの？それってどこまで含めていいの？例えば 2,3 回くらい会っただけですぐに別れた人は？じゃあそういう人も含めていいよ。じゃあ付き合ってはないけど肉体関係を持っただけの人は？じゃあまあそれも含めていいよ。いいの？じゃあ一夜限りの人は？まあそれも含めちゃおう。いいの？それだったら何？じゃあまあゼロやな。いやゼロなんかい。じゃあなんでいろいろと確認したん？ゼロなら確認せんでもわかるやろ。ゼロやろ。じゃあ恋愛は完全に未経験ってこと？別にモテないわけじゃないけどね。告白されたことだってあるよ。何回くらいあるの？告白って恋愛と関係ないカミングアウト的な告白も含めていい？いやそれはダメでしょ。じゃあゼロやな。いややっぱゼロやん。なんでそんな無駄な見え張るねん。ちなみにその恋愛と関係ないカミングアウト的な告白ってのは何回くらいあるの？それもゼロやな。いやそれもないんかい。じゃあ無駄な確認してくるなよ。ちなみにキスだけの数なら結構多いよ。ほんと？何回くらいあるの？20は超えてると思うけど。マジで？キスだけでそんなにあるの？だって飼ってる猫も含めていいんでしょ？いや猫はダメでしょ。じゃあゼロやな。いやなんなんお前。待って待って、これはあまり言いたくなかったんだけど、アイリーちゃんのお兄ちゃんいるでしょ？私の？含めていい？私のお兄ちゃんを含めたら？まあゼロやな。いやなんやねんお前。なんで一瞬ドキッとさせたんや。私のお兄ちゃんと会ったことあるん？ゼロやな。せやんな。写真でしか見たことないよね。何？私のお兄ちゃんがタイプってこと？あーそれはゼロやな。ブスやな。いや誰の兄貴がブスやねん。どっちかって言うとセロやね。ゼロ？いやだからタイプはセロ。いやマジシャンのセロがタイプなんかい。サプライズ。いやそれセロの決め台詞やん。マジシャンのセロがタイプってことね。かジェロやな。いや黒人演歌歌手のジェロ。なんでそんなゼロみたいな名前の有名人ばっかりタイプやねん。てかそんなこと言ってるアイリちゃんはどうなの？付き合った人数何人いるの？すぐに別れた人も含めていい？いいよ。じゃあセロやな。いやセロで1。いや唯一付き合った一人セロなんか。セロと付き合ってたん？羨ましいんやけど。じゃあ経験人数は何人なの？セロとはすぐ別れたからそういう関係はないよ。そうなん？ってことはゼロ？いや100やな。いやめっちゃ多いんかい。セロ以外の付き合ってもない男たち。でもその中で顔と名前が一致する人はゼロやな。いやマジで？とんでもないパーティー系の女やったんや。サプライズ。